皆さんこんにちは。今日は犀川で釣りです。犀川といえばね、本流トラウトのメッカと呼ばれてて、ブラウントラウトですとかニジマスですとかね、ヤマメとか釣れますので、今日はそれを狙ってね、まあトラウトですよね、トラウトを狙って釣りたいと思います。はい、今日はですね、ルアーです。餌釣りでもいいんですけど、ルアーを使って釣りします。これはですね、ちっちゃなね、ミノーと呼ばれるタイプのルアーで、スミスの D コンタクトというルアーです。前はね、D インサイトだっけか、うん、そうそうそう、うん、平べったいね、平打ちをするルアーだったんですけど、今日はね、この D コンタクトです。前ね、これで2回ほど、まあ1週間前、2週間前ぐらいの話かな、当たりはあったんですけど、バチバチャって言って逃げられちゃって、今日はね、なんとかね、これで釣りたいと思います。はい、ではですね、頑張ってみましょう。はい、はい、まあ、川幅が狭いからね、うん、2度ほど取りに外しに行ったことがあるね。海岸に、ね、かけてパンツまで濡れて長靴履いてたんでね、パンツまで濡れて、ルアーを回収しに行ったことありますけど、あ、今あの危ないね。危ないよ、ギリギリ。あれ危ないよね。ギリギリってか、すぐそこにあるかもよ、あの枝が。でも枝来てますんでね、うん、ある程度までは回収できますけど、そう深いとか無理だよね。うん、ただ水ね、深いところ行くと流れ速いところは特に危険ですので、皆さんね、十分注意することと、あとライフジャケットですね。まあ全然浅いところだけでね、遊ぶんだったらいいですけど、まあなんかあってルアーとか取りに行かなきゃとかね、ジャバジャバちょっと深いところで釣りするなんて時はライフジャケットね、特に流れ早いとあっという間に流されちゃいますので、つけるようにしましょう。これね、アマゾンで2000円ぐらいだったんでね、安かったね、うん、そう、かっこいいでしょこれ。どうですか、クラシックな感じの、そう、クラシックな感じで、なんか別に安さに惹かれたっていうより、このなんていうのか、オールドさがいいなと思って、ほら今かっこいいライフジャケットいっぱいありますけど、このなんていうのか、こう昔な、ね、なんかこう釣り船とかになんかボンボンボンって積まれてあるような、すごい目立つよね、このオレンジ。ちょっと目立って恥ずかしいなっていうのはありますけど、これいいですよ。もうね、空気を入れるタイプとかじゃなくて、こうもう すでに入ってますんで、アマゾン2000円ぐらいだったっけな、確かに。なんかそんな感じ、2000円台だったと思いますよ。安かったよね、うん、おすすめです。超気に入ってます。母さんは黄色いの持ってるんだよね。そうそう、同じの色違いで、当たりのことをバイトなんて言ったりしますけど、バイトってパプって噛むみたいな、うん、英語ですよね、うんうん、当たりのことをバイトなんて言ってね、あと追ってくることなんて言うんだっけ、チェイス、チェイスね、チェイサーみたいなね、うん、シャシャシャッ、魚が追ってくることをチェイスなんて言ったりしますよね。あそこすごい、あそこ来る、あ、ここにね、本当だ。ちょっと見て。あ、なんか魚がいると思ったら、うん、あれ、綺麗な錦鯉が。錦鯉もいるんですよ。鯉たくさん、黒い、普通の鯉ですけど、ごく稀にね、錦鯉も混ざってたりして、ちょっと分かんないね。最近日中暑いので、こうやって夕方釣りに来ることが多いです。炎天下だとね、1時間釣ったら、そうだね。まあこう、それは地元のメリットですよね、うん、夕方ちょこっと夕飯前に行きましょうか。そうです、そうです、うん、
ここ歩いて5分ですからね。そう、うちからね。朝来たり夕方来たり、ちょろちょろと様子を見には来てるんですけどね。すごいです、ほら。うわー、いいなー。スイミーだよ、スイミー。すごい。大丈夫。はい、おお、ブラウンクラウドですね。本当だ。うん、やばいのはね、あの針外れちゃったの今ちょうど。よし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 よいしょと。あ、じゃあこんな感じですね。ああ、40センチぐらいでしょうか。そうだね。うん、長いからね。綺麗だね。綺麗なブラウンクラウドだ。よいしょ。じゃあそっと、せーの、よいしょ、傘取って、はい、じゃーん、久々だね。久々ですね。はい、じゃあ、あと逃がしますね。よいしょ。おお、いた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 。やっとだね。1ヶ月ぶりぐらいでしょうか。そうだね。ちょこちょことね、来てたんですけど、なんかパチンパチンと当たりが3回ぐらいあってバレちゃったりしてるんだよね。で、ようやく今日ね、久々に釣れましたね。こんなんですね。よかったね。前こんなのだったけど、今日はまあ、こんな感じ、ね、でも両肩ですよね。よかったよ。いや、よかったよかった。Dコン、Dコンタクトというね、ルアーで釣れました。これをね、トゥイッチングっていうのかな、結構間隔かけてチョンチョンチョン、こんな感じで引いてたらグンと来てね、もうグンと引っ張られましたんでね、すぐね、根掛かりとかじゃなくて当たりだってね、分かりました。いや、バレなくてよかったですよ。3連続でバラしてますんでね、1週間3週間前ぐらいから。そう、1週間に1遍ぐらい釣れるかなって感じで、ね、そう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 、釣れるっていうか、かかるかなって感じ、ね、なかなかかかんないんですけど、当たりがね、まあ魚も大きいですし、あ、今向こうで跳ねたね、跳ねたね、うん、魚のも大きいですしね、まあ一発勝負って感じですよね。もっと上手い人はね、どんどん当たり取るのかもしれないですけど、私ね、最後は1年目なんで、なかなかね、うまくいかないですけど、今日はね、釣れてよかったです。ちょっと母さん、そこ跳ねた。いや、跳ねましたね。でもこっち跳ねたな。行くぞ。なかなかトラウト釣りって難しくて、私もまだまだ下手なので、これからね、もっともっと練習していっぱい釣れるよう頑張りたいと思います。ではこの動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。